はい、こんにちは。今日は大分県の教員採用試験の問題からです。問題はこちらです。括弧1 x 3乗プラス y 3乗プラス z 3乗マイナス 3xyz を因数分解せよと。括弧2は a も b も c も正の時に3分の a たす b たす c ダイナリコール3乗根の abc を示せと、また統合成立も示せと。で、括弧3は abc 正の数の時 a たす b たす c イコール1の時括弧2たす a 分の1括弧2たす b 分の1括弧2たす c 分の1ダイナリーイコール125を示せ、また統合成立も示せといった問題ですね。まずは括弧1からやっていきましょう。これ因数分解せよってことなんですが、これは公式がありますよね。これ公式に当てはめてやっていくとこうなりますよね。マイナス xy マイナス yz マイナス zx とこうなりますよと。これで括弧1はおしまいですね。つまりこれイコールこれと、これを使って括弧2を示していきましょう。これは3変数の相加相乗平均ですよと。2変数の場合には2分の a たす b、 これがルートの ab 以上ですよと。これよく使いますよね。これの3変数バージョンですよということです。で、これを示すために括弧1のこの結果を使いますよと。で、つまりまずはこの部分が0以上だっていうことを示しましょう。つまりこれが0以上っていうことを示したい。そのためにここの部分をまず変形しましょう。2分の1の括弧 x-y の2乗プラスy-z の2乗プラス z-x の2乗。こんな風にここの部分は変形できますよと。実際これ展開して整理するとこれになりますよね。で、あとはここ全部2乗2乗2乗の和ですので、ここは0以上ですよね。になりますよと。で、あとはここが正であれば、正のものと0以上のものをかけるわけですから、ここは0以上になるよということで、これが0以上ということが言えますよと。で、ここ正ということにするために、x を正。y を正、z を正としましょう。全部正とすると、ここは正ですよと。で、正のものと0以上かけているので、これが0以上と。つまり、x3 乗プラス y3 乗プラス z3 乗が、これが0以上ですから、これをこっちに持ってくると、3xyz 以上ですよというふうになりますよと。で、これ3で割りましょう。すると、こうなりますよと。で、ここの式に近づいてきましたよね。で、あとはここ A、B、C としてあげればこれが出てくるよと。つまり、X を3乗根の A と、Y を3乗根の B と、Z を3乗根の C としてあげれば、ここは A、B、C になりますね。これ3乗するので、ここは A、B、C ですよと。で、これになって、で、ここの部分はこれ3つかけたものですから、これが出てくるよと。ということで、こう置けば、これが出てくるよと。3分の A たす B たす C。ダイナリーイコール3乗根のルート ABC と、こうなりますよと。これで OK ですね。で、あとは今 ABC 正だということなんですが、今 XYZ 正としているので、これ正正正。ABC 正になりますね。A も B も C も全部正になりますよと。これも満たしている。あとは統合成立なんですが、統合成立はこれ、ここはイコールになるときですね。これが0以上なんですが、ここは全部0になるときっていうのは、x と y が等しい。y と z、z と x が等しい。つまり、x イコール y イコール z のときに、ここは0になりますよ。ということで、ここはイコールになりますよと。xy イコール z、xyz が全部等しいときってことは、これとこれとこれが等しいとき。つまり、abc が等しいときということになります。ということで、統合成立は、a イコール b イコール c ということですね。これで括弧2を示すことができました。続いて、カッコ3です。カッコ3はこの不等式を示したいということで、まずはこの左辺ですね。これを整理していきましょうと。で、今この足したものとかけたものの関係、この関係を使いたいということですね。ですので、まずこれ整理すると、左辺は2と2と2かけて8、それから2を2つかけて4。で、a 分の1足す b 分の1足す c 分の1ですね。それから、2を1個と2つ文字をかけたものということで、ab 分の1足す bc 分の1足すCA 分の1、それから最後に文字3つかけたものということで ABC 分の1と、こうなりますね。で、ここを3つかけたもので、ここを3つ足したものと、で、ここは2つずつかけてるんですが、ここの部分だけちょっと仲間外れなので ABC 分ので、通分すると A 足す B 足す C になるよと。3つかけたものと足したものの形になったよと。で、今足したものっていうのは1ですから、ここは1ですよと、こうなるよと。つまりここの部分っていうのはこうなるよ。で、これかける2をして、これを足すので、つまりこれ分の3になりますね、ここの部分。ここの部分っていうのは ABC 分の3と。ということで、ここを全部まとめると、ABC 分の3。こうなるよと。
で、これで3つ足したものとかけたものの形になったよと。で、今はじゃあここの3つでこれを使いましょう。今、A 分の1足す B 分の1足す C 分の1っていうのが、これが、これを使うと、これの3分の1っていうのが、つまり A を今これと見て、B をこれと見て、C をこれと見るよと。この3つ足して3分の1したものがこれですよと。これは3乗根のルートのこれ3つかけたものですから、ABC 分の1と、こうなりますよね。で、これ両辺3倍するとこうなるよと。で、これを使いましょう。で、統合成立は今、これとこれとこれ3つ等しいときですね。つまり A 分の1と B 分の1と C 分の1が等しいよと。ABC 正ですから、正の数ですから、これ等しくなるときっていうのは A と B と C 全部等しくなるときですね。つまり A イコール B イコール C のときが統合成立ですよと。で、これを使うとここの部分に適用しましょう。そうするとここは8は8で、ここ4倍のここの部分がこれですから、3×3 乗根のルートの ABC 分の1足すこれですよと。これ以上ということになります。で、ここの統合成立は A イコール B イコール C のとき。このときですね。で、これで、足したものは消えたよと。あとはもう3つかけたものの形になりましたよと。で、3つかけたものなんですが、今 A と B と C 足して1ですから、ここが1だと。つまり3分の1以下ということですね。ということで、3分の1以下ですよ。3乗根の ABC っていうのが。で、これ逆数の形になっているので、逆数を取ると、不等号の向き変わって、3以上ということになります。3乗根のルート ABC は分の1っていうのが3以上という形になりますね。これ両方正の値ですから、まあ、例えば3分の1と2分の1だったらこっちの方が大きいんですが、これ逆数取ると不等号の向き変わりますよね。ということで、逆数取ってるので不等号の向きが変わりましょうと。で、こうなります。で、これ3以上ということが言えるので、つまりここの部分っていうのが、これ3以上ですよと。で、ここはこれの3乗ですね。3乗すると27以上。ABC 分の1。こうなりますよと。これを使いましょう。こことここにこれを適用しましょうと。そうするとこれは8たす 4×3 かけるこれが今3以上ですから3ですね。それからここがこれ27以上ですから 3×27。たす 3×27 以上という形になります。ということでこれ計算すると36たす8で44とここ81ですから125ということで125以上だということがこれで示せますよと。で、あとはちゃんと統合成立は成り立ってんのかなということなんですが、ここは A たす B、A と B と C が等しいとき。で、ここの統合はいつ成り立つかっていうと、これはこのときですよね。つまり今これを使ったわけです。A たす B たす C が今1で、そしてこれが成り立つときっていうのは A と B と C が等しいとき。つまり A と B と C が等しくて、かつ足したら1になるよと。A たす B たす C が1で、この3つが全部等しい時ですから、これは3分の1、3分の1、3分の1の時ですね。つまりこの統合が成立するのは A イコール B イコール C イコール3分の1の時ですよと。で、こっちの統合と合わせると、つまりこの左辺っていうのはこれで、この統合とこれっていうのは揃ってますよね。両方等しいよと。A と B と C が両方等しいよっていうことが言えてるので、この統合とこの統合は両方同じ時に成立しますよと。つまり A イコール B イコール C イコール3分の1の時にこれ両方成り立つよと。ということで左辺はこれ以上、125以上ということが言えますよと。これで示せたことになります。統合成立はこれということですね。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。